はーい、お疲れ様です。とみ光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、コラボ問題に関するお話なんですけど、元光先日ですね、こちら6日前に二頭夢の詩のコラボが生活を不正受給させてるっていう証拠をひ暇空氏が出したぞーっていうことで動画でお話ししたんですけど、えー、やっぱり証拠持ってたんだーっていうね、えー、特大のニュースだったわけなんですけど、それを見てですね、まあ、この動画内では、神原弁護士が電話来たぞーって暇空詩�が言っててね、 で、えー、あれ、晒さないっていう話じゃなかったのかーって怒ってたんですけど、まあ、ただ、ひまぞら氏は閲覧に制限をかけて裁判でしか公開されないあの世の中には公開されない状態で見せますよというような話だったわけなんですよただ、その後にですね、えー、ぶち切れてたはずの蒲原弁護士がむしろ、えー、もっと晒した方がいいんじゃないのみたいなことを、えー、言ってるみたいなんですよね。反対 と言い始めたらしくてもうついに蒲原弁護士ぶっ壊れちゃったじゃねえのかっていうようなねそんな話になってるんで内容見ていこうと思うんですけどマジってコラボが保護してる被害者女性の情報だとか、ま、ずこ細かくはどこかはね分かんないんですけどある程度見せても大丈夫でしょうみたいなことを言い始めてるんですえーみたいな。 急に意見反対にねなって、えー、言ってるみたいなんでまあ、それがね話題になってるんで見ていこうと思います元水のチャンネルではジジニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで内容を見ていこうと思うんですけど元水のこの先日の動画の中でひまそら氏の動画の話をさせてもらってるんですけどまあ、ここでねひまそら氏はコラボに対してこういう資料提出したっていうことでこれ原告コラボはその運営するシェルターに入居させて 女性に生活保護の不正受給をさせていたことっていう、えーま、コラボが生活保護を不正受給してたよっていう証拠を資料として提出したらしいんですよね、ま。ただ内容は、まああのー、被害女性のプライバシーの話とかもあるからこれもう黒塗りで。 えー、話を進めていくぞということで裁判では公開をね、えー、しなくてもいい状況閲覧制限をかけた状態で、えー、進めていくという話をしてたんですよねまあ、ただ証拠やっぱり持ってたんだっていうことで、ね、ここにも話題になってたわけですねマジかーって でね、まあ、このクロンリンする前の資料を、まあ、先にコラボ側にファックスで送ったりしてたみたいなんですよね。そしたら、神原弁護士からシェルターの住所は出さないんじゃなかったのか、話が違うじゃないかとかって電話が来てたわけなんですよ。おい、ふざけんなよって、えがっつりこれ、被害女性の情報とか出てんじゃんみたいな多分内容なんだと思うんですけど、それで怒ってたわけなんですよ。まあ、ただ、ひまそらしはその事情を説明して、裁判の中ではね、閲覧制限かけますよと、世の中には公開された ませんということを話してたわけなんですよねおこれでいったでお話は進むのかと思ったらなんとですねそれから3日後6日に神原弁護士には閲覧制限がかかることは伝わっていてその後6月9日3日後にですね神原弁護士から意見書が出るんですよね神原弁護士え。一体どんな意見書なのかというと民事訴訟法条92条1項1号 これがね、さっきから言っている閲覧制限って話なんですけど、裁判の中でもすべての情報を公開するわけではなくて訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されまた記録されておりかつ第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことによりその当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生じる恐れがあることということで、まあ、プライバシーの内容だとかそういうところに関しては閲覧制限かけれますという制度があるわけなんです。よね。まあ それをかけたことに関して申し立てをするためには訴訟記録中に当事者の私生活について重大な秘密が記載されまたは記録されておりかつ第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことによりその当事者が社会生活を営むには著しい支障生じる恐れがあることが署名されなければならないということでさっきの文言をちゃんと明らかにさせないといけないぞと。 いうことで、本当にその情報によって苦しむ人がいるのかということを明らかにしなさいっていうことを神原弁護士が言ってて、さらに、いろいろね、ここが多分、コラボのね、えー、その秘密の情報、被害女性の話だとかの部分になると思うんですよ。 で本、えー、申し立てにより閲覧が制限される範囲は広きに失している個別の点は別の意見書にて述べるということで、まあ、要するに、えー、その閲覧制限される場所あの誰かが困る場所っていうのはかなり広すぎるぞというふうに言われてるんですよ。ひまぞらしのさっきのこれねこの資料の黒塗りが多すぎるっていうことを言ってるんですよね。えっ いやここの情報ってコラボからすると見せたくなない情報のはずなんですよ被害女性の情報は見せたくないよとかって名前とかも見せたくないって今までずっと言ってきたのになぜかある程度緩和させて見せてくださいっていうことを言ってるんですよね。 コラボの活動的にもわけわかんないことを言ってますしさらにその暇ら氏との電話の話とも真反対のことを言ってるわけなんですよこの3日とかで何があったんだって感じがするんですけど暇ら氏がねこのことについていろいろツイートされてて弁護士の名前すら尾行したらシェルターがバレるとかシェルターつきまとい攻撃がとか言ってるコラボ側が何で閲覧制限緩くするんですかってこれを意見書として出してきてるんですよ えーってぶっちゃけこの中身俺に有利ですよね不正受給の手口とか書いてあるしってそうだって不正受給を証明しますっていう資料だからさこれを公開さらしてまで何をするつもりなんですかって暇さらしがね疑問に思ってるわけなんですえー、何すんのーってとか、えー、他にはどうしてコラボのシェルターに関する情報は東京 得事項というような話をしてたように思うコラボ側が生活保護不正受給という自分たちに不利で触れられたくないであろう証拠について閲覧制限を緩くせよ。 とわざわざざ言ってくるのでしょうか僕には本当にわかりませんって、ひまぞらしわかりませんって言ってるんですけどある程度想定してるんだと思うんですけどね。こちらもいいでさせていただきますね。まあ一応ツイートではわかりませんっていうふうに言われてて、で、えー、一連の流れをまとめてくれてるんですけど、コラボに対して世の中はね、領収書見せてって言ってたら、コラボはイヤーって個人情報、東京都はもうやってられません、見せません、7600万くださいとかっていうふうに、えー、コラボ側ね、いろいろツイートとかしてたわけで ですよね、でシェルターとか個人情報閲覧制限するねってヒマずらしが言ったらはふざけんなもっと閲覧制限緩めろやーっていうことで今まで個人情報とか教えられませんって言ってたのになんかこの裁判の中では閲覧制限を緩くしろって言ってるんですよね。 意味わかんないねこちらを入れさせていただきますね。とか、えー、他にはちなみにコラボ裁判でのシェルター周りの神原弁護士の閲覧制限緩和には反対しますし仮に裁判所の判断で緩和せようとなっても僕は公開しませんしサンソンチャンネルみたいな人たちにも仮に閲覧できても公開しないことを期待しますということで、えー、キバソラ氏からそういうね被害女性の情報だとかは一切出しませんというふうに言ってる わけなんですよ、ね、まあこれはコラボ側が神原弁護士を通して意見書で出してきてるわけなんですけど実際これがどうなるかっていうのはひまそらしもよくわからないというふうに言われてるんですよねひまそらしが断ったところで世の中に公開される可能性はあるのかもしれないですねちょっとここら辺がよくわかんないですけどね、まあ、ただひまそらしはあくまでこの情報は世の中には私は見せたくありませんというふうに断ってるわけです。 まあこれ一体何の目的なんだっていうのはいろんな人が突っ込み入れてたりもするんですけどまあ,あくまでいろんな人の意見ということで誰が閲覧制御を緩くすることを進めたか裁判に記録されてその書面にも追加で書いていいならまあ問題ないですかね原告のイメージを下げる作戦でしょうリーガルハラスメントの材料を作りたいのでしょうっていうことでまあひまそらしがひどいことをやってるといろんな情報とかを晒してるっていうことをさせるためなんじゃないのかっていう いうふうに、ね、言われてたりとか閲覧制限解除された場合その後事件起こされる、えー、それをマスコミがアンバーサー先生のツイートを元に報道してひまぞらさんのせいだと悪評を広めるって陰謀論的な考えが浮かぶっていうことで、まあ、この黒塗りの部分が公開されたら場所とかがある程度特定されたりとか嫌がらせが増えてでそれを使ってマスコミが、ね、報道するんじゃねえのかっていうことでひまぞらさんを悪く いうためのきっかけを作ろうとしてんじゃねえのかっていう風にも言われてたりするんですよねとかね、えー、わざとトラブルを起こしてその席をなすりつけてくるんじゃないかって結構多くの人がねこういう風うに想定してるんですよねまあ、実際にあのひまそら氏へのその裁判の内容でねコラボ側はこういうこと言ってるんですよさらし特定被告ひまそら氏がデマを流しコラボ悪いことをしているというデマが流れる中ありもしない不正義を詮索するためにコラボ この情いろいろと調べてはネットに公開し晒すということまで起きましたこれはヒマゾラ氏が絶対やっちゃダメだよって言ってる話で,で昨年12月にはある男性がコラボが運営するシェルターの場所を特定し写真まで撮ってネットに上げましたこの男性にはヒマゾラ氏は絶対ダメだよってもう直接ね もうあれを消しなさいとかまで言ってるぐらい止めてるんですよねで被告はこれを暇まさら氏はこれを非難するようなことをツイッターで書いていましたがうん実際しててしらじらしいとしか言いようがありませんって だから、この晒しとか特定が行われてるのは、ひまぞらしの影響もあるぞ、みたいなことをね、訴えてるわけなんですよ。まあ、だからこそ、もし今回のでね、ある程度、その情報が緩和されちゃったら、ひまぞらしが本当、晒してるような形になるわけじゃないですか。まあ、だから、それを逆手にとって、この裁判のこの晒し特定をしたっていう訴えそのものを、有利に進めようとしてるんじゃねえのかって、ネットではね、いろいろ憶測が広がってたりしますね。まあ、ちょっと理由は分かんない ですけどついにカンパの弁護士わけわかんないこと言い出したーって完全にぶっ壊れてしまうっていうのねそんなお話ですねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います本水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました